流れを変えてゆく臆すな不敵の魂こそ本物踏んだって蹴ったって鋼は強くなる古きと新しき狭間君のために何ができるか不活が求められる次元に移ってゆく朝が来ている嵐が巻き起こる流れを変えてゆく臆すな無敵の魂こそ本物踏んだって蹴ったって鋼は強くなる古きと新しき狭間我を知ろうとして追いかけた時にはきっと自分の中に答えがある映してくれる相手はいつもかけがえのない存在鏡君の声が響く負けないでと叫ぶ空気の読めなさに癒される好きだよ何回も何回も示そう負けないとピンチとチャンスへの狭間それを弱さとは思わないさ踏んだって蹴ったって心の器の傷さえ勲章君の声が響く負けないでと叫ぶ誰かがやらなきゃだ